さて行くとするか、行くとしましょうか。さあこれどうなっとるの。目的地がどっか分かりませんな。50メートルもあるかも。お、100メートル。おう、ちゃんとなんて書いてあるのね。あの看板もないからどうしたもんかと思ってたけど。ね、じゃあ本田忠勝と読みます。忠勝。読む気ないな。じゃあ皆さん行ってみましょう。でもなんていうか昼に改めて来たけど本当に民家だね。あれ言うな言うな言うな、俺も見て今ちょっと恐怖を感じたから。嘘だろって俺が思ったから。マジかー。はい、民家の裏庭でした。落ちやばこれやばくなこの世の中れんぞお前。なあどうしようね。はあ、これちょっと待て。想像以上やった。なんか民家がえらくあってあれだなって思ったけど、ええなと思って探してふと左を見たら見ちゃいけねえものみたいな。うん、どうすっかなこれ。マジか。皆さんすいません。マジか。ないですこれ取り高が。拍子抜け。いやまあまあこれがまあ本田忠次の忠勝の忠勝の陣跡。狭いですね。はい、陣跡。500人はいたんだから500人ぐらいのスペース用意して。こじんまりとみんなぎゅうぎゅう詰めて500人もなっちゃうんですか、ここに。こっからここまでの間に、押すねーとか言って。合戦中やぞ、で。これでやりもんって思ったんじゃねえの。泣けるな、どうしよう、これどうしよう、どうしよう。この民家の人たちかわいそうやね、手入れしたなんなんで。すいません、本当人の、 あの裏庭に。これあれだね、あの時夜来なくて正解だったね。変質者になるな、泥棒とか、うん、確実になんか、うん、法に触れる扱いをされる。そう昼前で何とか来れると思っとる俺も。これも夜中今度よかったかもしんねえぞ、光ペンペン当てて。忠勝か忠勝もかわいそうだな。まああの人ここでも死んでないし。まあ死んでないからな、こんなとこで。でも最強の力はあるね、パワースポットやねここ。ある意味すなすぎてもコメントできねえんですけど。いや俺も開いた口が塞がらないっていうのはこういうことを言うんでしょう。まああの映像とこれをくっつけてください。どうする、これ来てさらにあっち行くの。2時間かけてあんた3分だよ。どこぞの駐車場で。ああどうするかな。ちょっと左ですね、はい、ここ。結構今回なんてなるんだよ、本当にあるね、なんか書いてある。本田忠勝、本田忠勝ですね。右方向です、この先目的地です。これこの辺ってあるな。無理だろ、駐車場がねえし車通れねえぜあれ。
お前さ、下見しろよ。絶対無理だろ、あんなもん、車。目的地に到着しました。お疲れ様でした。よし、帰ろう。お前、絶対あんなもん、ギギギギギって言いながら行かんだんぞ、お前。どうしましょうね、これ。これは敏感すぎるとまた厄介だぞ。もう10時だし、もう11時だし。お昼かな。お昼だな、俺お昼に来よう。なるほどな、東、あ、なんていうの、東軍は基本的に民家か。民家が多いんだな。やっぱしみんな石田三成が好きなんや。徳川家康ダメなんや。民家でライトつけて、はい、こんにちは、じいちゃん。うるせえ、バカ。何がじいちゃんやって言われる、それ、絶対。そうね、声出せないもんね、これだけなんか民家いっぱいあると。うるせえ、バカって言って、70メーターやって、あとは何百メーターあるかなんだよ。すぐそばなんですけどね、忠勝。徳川家康の部下で、戦国最強と名高い、うん。最強だな。すげえな。あ、こいつすげえな。あのさ、歩いてもないのにさ、投資するのやめていただけるかな。嘘。あ、本当だな。あなたが言う最強っていうのはこういうの最強だな。最強と思うんだ。こいつ、徳川家康が惚れるの分かるわ。おお、でっかい武器持ってる。でっかい武器どころか、おめえこいつすげえわ。20キロぐらいのものなら軽く片手で持ち上げるタイプ。わお。すげえなこいつ。おお、でも確かにな、合ってるんだよな。これまっすぐやったけど乗っちゃった。帰る。左でいいんじゃないかな。こいつすげえな、ほんとだ。なんだ、よし、島津さん、島津、よし、島津より、うん、すげえパワー持ってるな。あ、これは、これは強えわ、こいつ。でもこいつ、ほとんど戦ってねえように見えるんだけど、見えるんだけど、関ヶ原では、てかあれだ、この人がすごいって言われてる理由の一つに、どの合戦やっても一回も傷がつかなかったっていう、その、あー、分かる気がする。分かっちゃう。なんちゅうの、傷がつかないっていうよりも、うん、部下たちもまたすげえわ。あ、島津さんどこみたいに。そう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 、むしろ今見えとるのって言ったらさ、うん、ちょっと普通よりもでかい、あの槍、うんうんうん、槍をこうやって、なんちゅうの、だからなんちゅうの、片手で振り回せれるぐらい、あの時代の大きい、なんちゅうの、なんちゅうの、あれ槍、うん、あの、うん、すげえパワーだこいつ。本田忠勝、うん、あのね、今衝撃受けたこと言っていい、うん、ゲームでも全く同じことしてる。でけえ槍を片手で振り回すっていう。なんだ。俺がそいつ、なんか俺がすげえゲームやっとるように思われるやん。あなた戦国武装なんか選んでしょ。戦国武装っていうゲームすら知らんわ俺。すげえわこいつ。あー、徳川家康が惚れるかもしれんわ、この無性に気の強いやつ、うん、うん、口が悪くてさ、うん、こういうの徳川家康、うん、惚れるわ。わしにはもったいないぐらいの人材だって実直に褒めてるから、その言葉は後世に残ってるぐらいだから。徳川家康はもう勝てないもん。もう、島津さんの強さランク S だけど、あの人ダブル S ぐらいあると思う、本当に。 S 級クラスだ。いや、島津さんが A クラスだとするやん、トリプル A ぐらいだやん。おお、 S 級のもうトリプル A やって、あ、一番レア。
あ、俺は一番強い。なるほどな、強えわこいつ。またほんで人望があんまりねえとこが好き。人望ねえ。パワーだけでおめえ人を動かすようなタイプやん。すげえなこいつ。あー、これは徳川エース惚れるわ。あー、うん、いわゆるその島津さんみたいなのはヤンキー上がりというかそっち系なんだけど、そうそうそう、こっちはなんか武人っていう感じだと思う、うん、なんか武術でてっぺん取ってる人。そうそうそう、もう人ついてこんでもいいって思ったの。自分は 俺が一番強いんや、日本一強いんやっていう天狗のなった人間、こういうのいいわ。うん、徳川家康惚れるわ。うん、常にそばに置いといたって感じやな、あの関ヶ原の時も。そうね、っていうかあの徳川家康の陣張った場所の後ろにやって、うん、絶対に退路を確保できるようにしてる。こいつはすげえ信頼されてるんだ、すげえ戦いの中では。あ、でもそうだな、あの関ヶ原以降で要は戦がなくなったら、うん、戦うと基本出番ないんですよ、うん、そういうなんか内政向けになった途端に出番なくなっちゃうから、うん、本当に武術 100% で鍛え、なんていうの、時代を生き延びた人だから、うん、こいつだけは徳川家康は一言も嫌なこと言わないんじゃないな。本当に信頼してる人間だったよな。おー、すげえこいつ。徳川家康の中では一ほぼほぼ、まあ今で言うと何ちゅうの、右腕。ああ、はいはいはい、うん、そういうタイプ。徳川家康から見たらこいつなきし、こいつがないと、こいつがいないと俺は多分夜道歩けんのよ、便所も行けんのよ。こいつにはいろいろなことを言ってたみたいやね。本当にゲームやってないんだよね。したことない俺。いや、戦国バサラといい、戦国無双といい、そういうなんか立ち位置がさ、本当にその、うん、忠勝は本当に信用を置いて、うん、そうそうそう、自分のそばにいてくれなきゃ困るみたいなあれだからさ、すごいこいつがおることによって、あの何、徳川家康はすごい心が落ち着くっていうかよ、うんうん、安心できて寝とくっていうタイプだね。すげえこいつ。あー、近くに行って初めて知った。唯一徳川家康が心を許してる男だ。あ、すげえな。普通に島津さんとかとも試合とかではなんていうの、取っ組み合いとかしてたりするってエピソードもあるけど、うん、ああもう勝てない。そんなに、ま、うん、すごいわ。いや今ほんと一瞬の途切れ途切れやけど、うん、すげえ見た目の重たさ、本当俺では絶対振り回せれんような槍を片手で振り回すっていう。おお、うん、こいつすげえな。本当だ、あなたが言うようにすげえパワーだけだ。今で言うなればあの体育系筋肉バカ。うん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 、それのトップでしょ、でもいわゆるトップ、うん、だけど、なんちゅうのかな、うん、徳川家康のためなら命捨てれますってやつだね。一番怖いタイプだね家康。心強いな、それを思ったら。あー、家康すごいな。心のなんかそういう悩みみたいなものを結構話してた仲みたいだな。あー、確かに、うん、そこまでしか見えんけどね、もうちょっと離れすぎて途切れ途切れしか来なかった映像が。お昼行く価値ありますってことはあなた的に。ちょ、見てみたいな、興味あるな。島津さんがすげえと思ってたもん、パワー的にはな。いや、だいぶすごいんだけどね。いや、島津さんもいいよ、すごいぞパワー的には。うん、多分、うん、俺普通にわーって挑んでったら、うん、2秒で転がされる人ある。俺多分睨まれたらごめんなさいっていう。そぐれそのぐらい頑固、目力の強い人でさ。おお、ちょっとすげえパワー系がこんなにパワーだったら、今でもすげえ、今で言えば本当になんちゅうんだろうな、昔で言うならば俺どうだろう、プロレスラーで例えたらスコッ
スラーで言えば本当にハルクホーガン見てないですか日本人じゃ無理だと日本人だったらどうだろう、昔の現役バリバリの佐々木圭介かな。そうね、でもそれぐらいのなんていうの強さはあるんだろうな。あるな。槍をぶわーって振り回した映像を見た時、見えた時はちょっとビビったいや重たそうなもの振ってるっていう、俺らでは多分持てねえ。そうね、なんていうの、いや持ち上げるだけならできるかもしらんけど、あ無理、振り回すの無理だよっていう、その両手でさ、真ん中持ってうらうらっててもういいわってなるわ多分もういい、これは重労働だって。そうそうそうあの俺あの剣でいいわと思う刀で、そう侍が持ってる細めの剣でお願いしますって。あこの人すごいな。でもな、これもまた性格が流れだと思うな。確かに腹ぐれえやつには腹ぐれえやつが集まるのはすげえな。でも腹ぐれえ割には徳川家康をしたさ、本当に首相として崇めとるとこがすげえな。腹黒いっていうより能力性だからな、徳川家康は。まあな、頭がいいし口もいいねな。こんな筋肉バカだったらすぐにも動かせれるやろ、マインドコントロールできるやろああこれはいいもの見せてもらったわ俺何も見てないんですけど本当は